TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃ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 らゴンゴンゴン、はい、ブラックサンダービーター、こちらにチャレンジしたいと思います。いなりっしゅ、もうブラックサンダーいろんな種類出ておりますが、今回はブラックサンダービーター、甘さ控えめでございます。はい、まあ、いつものですねキャッチコピーがない代わりに甘さ控えめでございますね。雷神大暴れとかそういうのないですけど、ぜひ行ってみたいと思います。よいしょ、じゃん、はい、見た目こんな感じ。いつものブラックサンダーより確かにこう色が濃い気がするね、黒い感じ。では早速いただきます。うん、なるほど、ブラックサンダービター、甘いチョコの味がする、当然か。うん、なるほど、うん、はい、結果甘いいや、ビターなんだと思うよ。うん、普通のブラックサンダーに比べるとね、あ、おてんばしとる、おてんばしとる、懐かしい。はい、普通のブラックサンダーに比べると確かに甘くないんだと思いますけどもね、俺みたいなデブ活を常にしてるようなラックスはちょっとでも糖分があるとね、甘さを感じちゃいますから。うん、甘いですこれね、ビターといえど甘い、まあただ普段のブラックサンダーだとちょっと甘すぎるかなっていう方はですね、チャレンジしてみてください。いわゆるこう普通の板チョコとかのねビターのやつとか、カカオ70何パーセントっていうような濃いチョコレートが苦手な方にもこれはね十分甘いので、ぜひいっちゃってみてください。というわけでございまして、ブラックサンダービターご紹介しました。イノリーシ、皆様のチャンネル登録お願いします。あ、気づいちゃったね、ブラックサンダービター、食べてみると思ったより甘いね。この意見が辛口ビター、そういうことなのか、お前のことかビターは。いなりっしゅ。